ようこそ手塚様全巻チャンネルの何がしでございます。今回はですね、手塚治虫の問題作ムーをお届けいたします。これはすごいですよ。あまりね、手塚治虫を知らない人にこそ読んでほしい作品であります。暴力、裏切り、性犯罪、政治の闇、そして同性愛。手塚治虫ってこんな一面あるのってきっとね思えるほどのダークピカレスク漫画であります。そんな手塚治虫のある種の真骨頂を味わえる問題作をですね、今回はご紹介いたしますので、ぜひ最後までご覧になってみてください。このチャンネルでは手塚さんの関連情報を偏って配信しております。見逃さないためにもぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは本編いってみましょう。さあ、本作はですね、1976年の9月10日号から78年の1月25日号までビッグコミックにて連載されたものであります。この時期はですね、激動のスランプから脱却しまして、ブラックジャック見つめが通るで第1回講談社漫画賞受賞とですね、ヒット作を飛ばしまして、その他ブッダ、火の鳥、ユニコとね、人気作品を同時に連載していた、まさに手塚治虫後期の絶頂期にあたる時期に発表された作品であります。そんなヒット作のジャンルとはですね、真逆に位置する作品が今回ご紹介するムーであります。先生自身もですね、従来の手塚カラーを打ち破り、あっけに取られるようなピカレスクドラマを書いてみたいと思って書いたと述べておられますようにですね、鉄腕アトムのようなよい子ちゃんの漫画というイメージしか、持っていない方であるからね、これを読むともうそっとしちゃうぐらいで過激な内容になっております。ある種のトラウマになっちゃうかもしれない、容赦ない黒手塚ワールドが炸裂しているんですね。本作では、ピカレスク、いわゆる悪党がテーマの物語でありまして、手塚漫画史上でも間違いなくトップクラスの悪党のお話であります。事実、先生はですね、ありとあらゆる社会悪、暴力、裏切り、強姦、とりわけ政治悪を最高の悪徳として描いてみたかったとも語っておりまして、容赦ない大人のどす黒い部分を本作では赤裸々に描ききっております。このね、大人手塚漫画の流れというのはキリヒト3回以降意識的にですね、書かれていくようになります。そして、日だまりの木で幕末、朱鞠で明治初期、一騎曼荼羅で大正、アドルフに次ぐで戦前、綾子で戦後、そしてこのムーで沖縄返還というね、歴史の鎖を描いてきたと手塚先生本人も語っておりまして、目まぐるしく変わる時代の価値観とともに日本の政治の闇をも描いているんですね。今回のムーだけでなく、この一連の流れを組む作品はもうめちゃくちゃ面白いんでね、ぜひ読んでみてください。そして本作は人間の本性、醜さ、グロさ、底なしの欲望に絡みつくエロス、混じりっけなしのドス黒いドラマはですね、もう見るものを引きつけてやみません。なんといっても本作最大の見どころは同性愛ですね。今でこそ BL、ボーイズラブというジャンルはですね、一般化しておりまして、ジャンルとして成立していますけれども、40年以上も前にですね、このジャンルを掘り起こししているというのはもう間違いなく現代 BL の走りと言えると思います。そもそもですね、日本人には平安時代から続く BL の系譜がですね、潜在的にありますからね。戦国時代なんてそのピークだと言われてますから、信長なんて利家とかね、乱丸、あとは信玄なんかもね、高坂壇上正信とちょめちょめなんていうのはですね、まあ、有名なお話でありまして、キリスト教を弾圧したのも同性愛を認めないからなんていう噂もあるくらいですね、日本文化における BL の潜在欲求というのはね、深いものがあります。このキリストの同性愛禁止という思想もですね、本作では設定にもうゴリゴリに効いてきます。底なしの悪党に背徳の同性愛、エログロバイオレンスというね、サイコパス BL の傑作とも言える本作のあらすじをざっと追っていきましょう。
ストーリーはですね、歴史の闇に葬り去られてしまった日本のある島で起きた事件が核になります。島では密かに貯蔵されていた極秘化学兵器ムーという毒ガスがですね、漏れ出し島民たちは全員死亡してしまうんですね。そしてその事故そのものが隠蔽されてしまうんですが、その島の生き残りである2人が本作の主人公であります。1人はエリート銀行員で容姿端麗の結城道夫、そしてもう1人は体育会系のがっちり体型で真面目なガライ神父ですね。結城はですね、その事件を闇に葬った犯人を次々と復讐していきます。彼の犯罪を止めようとするガライ神父も聖職者という立場でありながら共犯の道をたどっていくというストーリーになっております。このですね、勇気が凄まじいサイコパスで、表向きは超エリート銀行員で出世頭で女性にモテモテの美男子なんですが、裏では話題の連続凶悪事件の犯人でありまして、残虐非道極まりない、まさに悪魔のような男なんですね。目的のためなら女子供であろうと容赦なく殺し、モラルもへったくれもない異常な殺人鬼でありまして、手塚作品の中でも冷酷無比のキレキレの悪魔であります。もうね、超絶にぶっ飛んでるんですよ。そしてね、誰とでも寝るんですね。男だろうが女だろうがおばちゃんだろうが、もう自らの肉体をもですね、目的のためなら躊躇なく利用する異常な男であります。このね、淡々と犯罪を重ねていく狂気というのがもうめちゃくちゃ怖いんですよね。この怖さのベクトルというのが本当不気味なんですよ。そんなね、異常殺人者が唯一心を許す人間がいるんですが、それがこのガライ神父なんですね。彼は神父という聖職者ですから、当然結城の悪行を更生させなきゃいけない立場なんですが、ガライ神父は過去にこの結城の体をもてあそんだことがあり、愛情と罪の意識から結城に逆らえなくなっているんですね。表向きは聖職者として振る舞ってはいるんですが、凶悪犯罪者と知る結城の行動を黙認しますし、肉体関係をも持ってしまいますし、時には共犯幇助まで行うというね、ダメとは分かっていながらも欲望に抗えない人間心理。神父という立場で犯罪という罪の意識を感じながら、法の裁きと神の裁きに揺れ動く微妙な心理がですね、この同性愛という見えない鎖で演出されているんですね。この設定というのはね、もうまさに秀逸であります。手塚治虫の真の恐ろしさと変態性をですね、もう炸裂させた設定だと思います。そして物語はですね、ムーの存在をめぐって隠蔽画策する政治家、社会の闇や政治腐敗、そして戦争の闇をもですね、痛烈に皮肉ったストーリーとなっておりまして、ドロドロの群像劇というのが展開されていきます。もうむちゃくちゃグロくてですね、エロくてダークでサイコで、登場人物それぞれのですね、正義と悪が交錯した猟奇的サスペンス漫画になっております。いかがですか？面白そうでしょ？このね、結城がね、一見すると最高野郎でどうしようもない悪党なんですけれども、実は登場人物が全員悪党なんですね。政治も悪だし、権力者も悪、国も悪、戦争も悪、神父も悪、全部悪というね、凄まじい展開になっております。そんな悪党と同性愛という設定なわけですよ。この屈折した破壊欲と性欲の混じり合った危うさ、実に見事であります。この BL という概念がですね、本作では非常に肝の部分でありまして、これが、物語をですね、1段も2段も深く面白くさせているんですね。人間の保身と欲望、そしてそれに潜む悪の心に抗えない肉体の快楽、非人道的な倫理観のもうぶっ壊れたね、人間の業というものをもう見事に手塚治虫は描ききっていますね。にもかかわらずですよ、2009年に、玉木宏さんとですね、山田孝之さんで実写映画化されているんですね。ですが、この映画化の中ではですね、この BL シーン、ベッドシーン、裸のシーンというのはね、あまりにも過激ということで、カットされているそうなんですね。僕は見ておりません。
見てないのに偉そうなこと、偉そうなこと言うなと思うかもしれませんが、本作はですね BL がないと成立しないんで、 BL シーンがないイコール見るに値しないという僕の解釈であります。というよりですね、脚本家が絶対理解できていないと思うんですよね。ちゃんとこの作品を読めば、同性愛がいかに本作にとって重要なファクターであり、物語の異常性、変態性を構築している大きな要素であるということはですね、もう分かるはずなんですよ。ですがそれをカットしているというね、どうなんですかね、このやっぱ神父がですね、その罪の意識に苛まれながらも勇気の誘惑に溺れていくというところなんかはですね、もうまさにそれなんで、ここがね過激だからカットしましたとか表現できませんっていうのはですね、もう何なんでしょうね、 AV 女優の出ない AV を見ているようなもんなんですよ。マジでもう何を表現したいのかもはや意味不明というね、まあいろんな大人の事情があるんでしょうけれども、この同性愛の設定をカットするんであればですね、もうやらない方がいいと思うんですね。だって成立してないんですもんね。男と女、善と悪のようなですね単純な構図ではなく、バイオレンスで最高な男たちがガチ BL というところが最高のサイコパス漫画になっているということをですね、ぜひ理解していただきたいと思います。あと本作の参考情報としまして、本編のモデルはですね1969年7月18日に沖縄県で起こったレッドハット作戦であります。レッドハット作戦とはですね、沖縄県の千葉な弾薬庫のレッドハットエリアで致死性の VX ガス放出事件というのが起きまして、その施設内に毒ガス兵器が存在するということが明るみになった事件なんですね。その貯蔵量はですね、なんと1万3000トンもあったそうで、1971年にはこの毒ガスをですね、1300台以上のトレーラーで移送作業が行われております。もうね、マジモンの毒ガス兵器がこの日本に持ち込まれて、さらに隠蔽されていたわけですから、まあこれはね、とんでもないお話ですよね。そしてですね、直近の2021年にですね、この移送にかかった費用をですね、アメリカが全額負担するという記事が新聞に載っておりましたが、なんせ50年前の話ですからね、未だに解決してなかったんかいっていうね、非常に戦後の深い闇に包まれたきな臭い話でありますし、手塚先生がね、題材にしたくなる理由というのも裏付けます。この記事のですねリンクを概要欄に貼っておきますので、ぜひ興味がある方はご覧になってみてください。そしてムーというタイトルはですね、本編ではこの毒ガス兵器の名称として登場しておりますが、一説には男の、マンと女のウーマンの頭文字を、合わせたものではという説もありまして、勇気のですねジェンダーレスな意味合いも含ませていると言われております。この男女の境のないね、両性具有的なキャラクターというのはですね、手塚先生の得意とするところでありまして、本作では、その両性具有がですね肉体関係をも結んでしまうというね、手塚治虫大好物の設定になっておりますので、ぜひここら辺もですね意識して読んでみてほしいと思います。ムーはですね全3巻で非常に読みやすいですし、文庫全集ですと2巻で、終わりです。非常に簡潔ながらですね手軽に重厚なドラマが味わえるので、マジでおすすめとなっております。ちょっとお高いですがね、オリジナル版ですと、未収録ページとですね雑誌掲載時そのままのカラーを完全再現されております。そしてこれまでの単行本では改訂されておりました手塚先生自身の出演する第21話番外編のスティング2もですね、原型のまま初収録もされております。さらに単行本とはですねページ構成やセリフが違う雑誌版ならではのですね、単行本とは異なるエンディングを2種類収録もされております。非常に見どころ満載の豪華版となっております。こちらも合わせて概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。
はい、というわけで今回はムーの解説をお届けいたしました。明らかにね、これまでの手塚作品とは一線を画す作品であることがお分かりいただけたかと思います。そもそもですね、手塚治虫にジャンルなんていうね、垣根なんてないぐらい多様な漫画を描いておられますし、本作でも先生お得意のですね、人間の弱さや心の奥底に潜む罪深さをですね、浮き彫りにした精神描写が描かれております。ぜひ今回の動画を参考にしていただきまして、お手に取ってみてほしいと思います。いつも高評価コメントいただきありがとうございます。この動画も良かったと思われましたらコメントいただけますと励みになります。今後の動画作成の参考にもさせていただきます。このチャンネルでは手塚さん関連情報を偏って配信しております。見逃さないためにもぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴くださりありがとうございました。ではまた次回、次の動画でお会いしましょう。